はい、私が普段、タチオゲームで使っているのがこのパワーダートヘッドと、パワーダートミノのセットになります。まず、パワーダートヘッドの方の特徴ですけども、ちょっと丸めのラウンド系の、ジグヘッドの形状になっています。まあ、これによって風の抵抗を受けにくいので飛距離がかなり、稼げるようになるのと、ダートをした時にあまり尖りすぎるとやっぱ切れすぎるんでちょっと魚っぽくないダートになるんでやっぱ魚がちょっと追っかけてにくくなります。であと次、ワームの方です。パワーダートミノーですね。でこれも一応、あまり硬くなりすぎるとダートは飛ぶんですけどもやっぱ魚の追っかけ方がやっぱ弱くなるので、まあ、ナチュラルにでも飛ぶような微妙なこの柔らかさっていうのを追求してできたミノーになります。で、あとこのテールこう動くようになってますけども、これでただ巻きでもテールが微妙にこう動くんで釣れることが可能です。だからまあ幅広く使っていけるセットにはなるんで、まあダートでも釣れるし、まあ、ただ巻きで巻いてもらってもこのビハドテールで魚が寄せれるという形になります。